こんばんは、ファンクです。今日はね、いろいろ浅草の方で遊んでまいりました。その時のね、様子をね、ご紹介したいと思います。今ね、浅草にね、まるごと日本というね、なんかご当地のね、特産品を扱ったね、ビルがね、できたのね。そこでね、ファンクちゃんね、訪れたのね。ここのね、1階の愛媛ブーススマイル&スイーツってところではね、アイスとかもね、扱ってるんだけど、端の方でね、なんとね、蛇口からオレンジジュースが飲むことができるんです。あれでです。ごめんなさい、興奮すぎてバグっちゃった、ごめんなさいカップ1杯だとね、380円するのね。でもね、試飲はね、550円。その中でね、一番好きなやつを選んで、最後ね、カップにね、入れることができます。それとね、これをね、見た人みんなね、テンション上がってる近く通りかかったね、おばちゃん3人組がね、ファンクがこの蛇口のジュースくださいって言ったらね、ん？ってなんかこっち見たのね。蛇口？これは何って何かわからないけども、惹かれるものがあるってことね。うん、だってね、何もわからないものこんなにさ、ググってこないじゃない。おばちゃん3人ね、説明受けてたらね、いや、マッハでお願いしてたよ。順番ファンクのが先、あ、いや、なんでもないです。お店の人がね、気を使ってくれてね、ファンクもう一つ頼んでたのね、ミショゴールドのね、ジュースのこの絞りたてのマシンでね、ブチブチブチってなったやつのね、3つ使ってるのよ。これね、いや、ちょっと面白そうと思ってね、ファンク、頼んでみました。いや、なんか、ブチ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 って言ってて面白い。機械が止まったらね、コックを押してくださいって言うんでね、それね、パチンコしたのね。したらね、ジュースが出てきてね、で、飲んでみたのよ。さっぱりしてるけども、めっちゃ美味しいんだけど、このジャスの絵面はみんな見られたくなかった。あごひで。温州みかんにすごく似てるんだけども、春とね、あとね、夏のね、初めにね、よくね、出回るんだって。甘みがね、強くてすごく美味しいらしいよ。これね、ちょっとね、ファンクね、なんだろう。こたつの上にあったらね、よだれじゅるいって出る。で、一番右がね、温州みかん。これはね、愛媛のね、顔と呼ばれてるだけあってね、めちゃくちゃ甘いのよ。なんじゃこりゃっていうぐらいね。ファンクね、一番、顔一番かよかったかな。だってさ、ファンクグレープフルーツ一番好きだからさ、これはね、河内万感ですよ。それなんでね、試飲は終わったんで、万感ちゃんをね、コップ一杯入れてもらいました。でね、また皆さんにね、再度お願いです。ジャスの中は絶対見ないであげてください。って言うの遅い？過ぎちゃったじゃんね。いやー、でもね、テンションすごく上がったわ。めっちゃうまいんだもん。あと面白いし。じゃあね、味の感想は？ズビシ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 だったよ。いや、ファンク、やられちゃった。あ、そういえばね、明日ね、根津とね、上野のね、間でね、お仕事するんだけども、どっか面白いとこないかな。明日、昼過ぎかな、1時とか2時ぐらいにね、ちょっと開くんで、その時にね、ちょっとお昼行こうかなと思ってんのよ。どっかね、なんか変わったところ行きたいのよ。食べ物じゃなくてもいいよ。ここさ、珍スポットで面白いとこあるよっていうとこあったらね、皆さん、ビシバシね、教えてちょですよ。よろしくです。ツイッターの方からね、ご夫婦でね、東京シェイクラブを見ていただいてるももっちさん、
サンキューです。もうね、この辺ね、ゼビシときたわよ。ワンクちゃんね、また頑張れる。ありがとうね。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。